今年は7月に入り、中国大陸で気温が高く、その暖気が入りやすい気圧配置が続いていたため、全国的にも平年より気温が高くなっています。関東甲信越や東海は晴れて、夏空が広がる日が続きそうです。内陸ほど気温が上がりやすいため、この暑さにより山沿いを中心にゲリラ豪雨にも注意が必要です。次のニュースです。かねてより激化している東京卍会の抗争が、ついに無関係の一般市民を巻き込む事態へと発展しました。嘘だろ。この事件による負傷者は6名、怖え。うち1名が病院に運ばれましたが、心肺停止状態です。現場で死亡が確認されたのは、東京都渋谷区に住む立花直人さん25歳と、立花直人、同じく東京都渋谷区に住む立花さんの姉、立花日向さん26歳。警視庁では警戒を強めています。立花日向。中学時代付き合った人生唯一の彼女、立花日向が死んだらしい。ちょっといるんだろ。はい。何度言ったらわかるんだい。テレビの音がうるさいよ。すいません。まったく近頃の若いやつは。まったく何度同じことを言わせるんですかね、花垣武道くん。ああ、DVD は返却されたらすぐに陳列。何度も言いましたよね。すいません。はい、謝るだけ。はあ、マジだせ。おい、おっさん。え、なんか文句あんの？あ、いや、すいません。おい、何やってんだお前。こんなになると思ってなかったな、俺の人生。壁の薄いボロアパートに住んで、バイト先の年下の店長からはバカ扱い。あんなガキどもにまで舐められて、謝って。彼女は人生で一人、それも中学の時。極めつけは未だに童貞。俺どこで間違えたんだ。嘘。死ぬと思った瞬間、思い出したのは親でも友達でもなく、立花日向だった。2組の立花さんが花垣のこと好きだってさ。やるん。マジでよ、なんでお前なんだ。どうするの。昨日よその男子が見に来てたよ。なーに、ウォーじゃなくて立花さん。あの子すっごいモテるんだからね。今思えば、中学2年が全盛期、2年のイケてる不良グループのナンバー2だったし、唯一俺に彼女がいた時代。これはあれか、走馬灯ってやつなのか。渋谷に到着です。お忘れ物のないようお気をつけください。あ、すいません。おい、竹道。あ、竹道。あ、え、何してんだ、降りんぞ。おっと、おあ、早くしろよ。うお、懐かしい。チンコばっかいじってた誠、メガネかけてりゃ頭いいと思ってるバカの山岸、バン張ってたアック、幼馴染の拓也。山岸、今週のマガジン見た。見たよ、グラビア、やばかったな。おい、お前ら、さすがに緊張感なさすぎ。腹減ったな、なんか食ったかな。ハンバーガー食いてえな。割引券あるぜ。ニーズ分あんのね。なんだ。最近にボンタン？なんだこのダッセーヤンキーは。俺だ、中学生の俺だ。ダサすぎる。
俺の全盛期のはずが。ポケットには500円玉1個と携帯、しかもガラケー。懐かしい。あ、2005年7月4日今は確か12年前の今日。おい竹道。お、何やってんだよ。なんちゅうリアルな走馬灯だ。なんだよ竹道、ポテトだけかよ。しかもエース。いや、帰りの電車賃がさ。んなもんどうとでもなるって。竹道のいとこが渋谷さん中の頭でマジ良かったよ。ん、3年が出張ってきたらマサル君の名前出せばいいもんな。ほ、俺のいとこマサル君のことかな。ちょっと待って、マサル君がいると何がいいの。状況が全然つかめないんだけど。ん、なんだよ。何やってんだよ。ケミチ。あはは、喧嘩売りに行くんだよ。あ、喧嘩上手。そういえばマサル君、確か渋谷山中で番張ってるって言ってたような。渋谷山中の2年対俺ら溝中2年で戦争だ。うわー、え、今からその中学乗り込んで喧嘩すんの。おい突っ込んでやれよ。竹道、うちは舐められてんだぞ。やるしかねえだろ。舐められてる、そんな理由で。んーな、ビビってるふりとかいらねえし。いつも見たく出会い頭裏剣かましちゃうんだろ。裏剣、竹道イケイケだかんな。うちの切り込み隊長。うわ、こぼれてんぞ。待て、早い早い、展開が早い。確かにこんなことあった。渋谷の中学に乗り込むためにいとこのマサル君に話通しに行ったっけ。おい、あ、お前渋谷山中か。あ、はい。てめえらなんねんだこれ。喧嘩か、喧嘩。10年以上してねえぞ。やべえ、ショッペン漏らしそう。僕ら1年団で2年生のことは、うん、だよ。1年坊か。チンコに毛生えてんのか。俺の周りってこんなイケイケだったっけ。やべえ、ついてけねえ。お、落ち着け。だからこれはあれだ、走馬灯ってやつなんだから。おかしいな、2年がどこにもいねえぞ。いくら声かけても1年と3年ばっか。どうなってんだ、集団ボイコット。もしかしてさ、俺らが来るって聞きつけてビビっちゃった。ありえる。この公演覚えてる。ま、渋谷の不良なんてよ、所詮ギャル王崩れのこじゃれたシティーボーイだろ。竹道、こじゃれたシティーボーイ。違う。おい、うちの2年嗅ぎ回ってんのてめえらか。こいつらは3年。2年はよ、修学旅行だ。中3にして暴走族、振り切った本物の不良。とりあえず一人ずつタコ殴りにしてやっから並べ。あんたら3年っすよね。俺ら3年の番張ってるマサル君に話し通してますよ。マサル。おいマサル、そんな大きい声出さなくても聞こえてるし。じゃあ全員分買ってこいマサル。あのお金は。あ、この拳が一発100円な。1、2、俺が払うよ。おい竹道。そうだ、マサル君はパシリだった。引っ越したの俺に見栄を張ってたんだ。この後どうなるかも思い出した。
ビビった上に頼みの綱を失った俺らは。おい、ピロゴレ半殺しにされる。気合もなんもねえダサ坊がよ、不良語ってんじゃねえぞこら。お前ら今日から俺ら東京卍会の兵隊な。しっかり働けよ。大丈夫か。東京卍会、そうだ、ここからだ。いいようにこき使われる地獄の日々、こいつらもみんなだから。俺は中学卒業と同時に地元から逃げた。一人で暮らしてバイトを始めて。すいません。でも何にもうまくいかなくって。何もできねえのかよ。すいません。謝って。申し訳ありません。謝って、謝って、謝り続ける人生だった。くそ、最悪だ。人生最後に最悪の走馬灯。分かったよ神様、俺の人生クソだって言いてえだろ。花垣君はきっと成功する。かねてより激化している立花、東京卍会。そうだ、立花が死んだのは12年後のあいつらのせいだ。分かったところで俺には関係ないか。あれ、立花って。いつ。大丈夫か、タクヤ。俺が泣いたって言うんじゃねえぞ。きしょ。腹減ったな。カツ丼食いて。口の中切れてて食えねえよ。竹道。どうした竹道。悪い、俺行くわ。え、どこへ。立花ってどんな顔してたっけ。ここだ、立花、立花。あった。はい。あ、あれ、花垣くん。あ、うん、この声覚えてる。花垣くん、また喧嘩。ダメだよ、喧嘩ばかりしちゃ。先週もつまらないことで喧嘩したばかりじゃない。大丈夫なの？すごく痛そう。消毒はしたの？すごく腫れちゃってる。絆創膏持ってこようか。立花、日向。あれ？なんで泣いてんだ俺。ごめん、なんでもない。帰るよ。花垣くん。その、ちょっと顔が見たかっただけだから。嘘、なんかあった。いつもの花垣くんじゃないもん。え、ちゃんと言って、君のことは何でも知りたいの。
彼女なんだよ。バカ。ごめん。そうだ。いつも怒られてばっかだった。ちっちゃくて気が強くて。バイバイ。明日学校でね。バイバイって明るい言い方が好きだった。そんなことも、俺は。これで全部じゃねえだろ。嘘こいてんじゃねえよ。飛んでみろ。らまだ持ってんじゃねえかよ。せえな、人が感傷に浸ってんのによ。早くしろや。もたもたしてんじゃねえよ。おい、あ、うっせえんだよボケ。ごちゃ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 よ。俺は今最強にイラついてんだよ。消えろ、殺すぞ。ごめんなさい。失礼します。あのあ、そんなところに捨てたら危ないです。ああ、ごめん。ありがとうございました。いいか、ああいうのを相手にするときは度胸だ。殴られるのは覚悟しろ。でもひるむな。あ、いや、メモとかいいから、とにかく立ち向かえ。中途半端な奴らは絶対それでビビるから。はい。度胸とか覚悟とか、俺の人生に足りなかったものばかりだ。その、お前名前は？立花。立花直人です。え、もしかしてお前、立花の弟？あ、姉ちゃんならいます。なんだよ、早く言えよ。もしかして姉ちゃんの友達ですか？立花直人。そうだ、12年後こいつも死ぬんだ。俺、花垣竹道。竹道でいいよ。ああ、はい、呼びませんけど。姉ちゃん好きか？え、何ですか急に。好きじゃないです。そうなの？なんで？なんでって、いつもああしろこうしろ偉そうにうるさいんです。そっか。けどよ、姉ちゃん大事にしろよ。俺はお前の姉ちゃんが大好きなんだ。好きで好きでどうしようもないぐらい好きだった。今日それを思い出したよ。よくわかんねえ話だよな。ぶっ飛んだ話だけどよ、2017年の今日、俺、駅のホームから線路に落ちてさ、死んだと思って気づいたら中学生、12年前の自分になってた。これってなんていうの？タイムリープ。そう、それそれ。長え夢見てるだけかもしれねえけどさ、きっと神様が最後にもう一度立花に会わせてくれたんだ。え、どういうこと？12年後の7月1日、お前の姉ちゃんは死ぬ。そん時、お前も一緒に死ぬんだ。2017年7月1日、この日を覚えとけ、直人。そんで姉ちゃんを守ってくれ。なんてな、信じられるわけねえか、こんな話。もしこれが現実なら、俺は未来を変えたい。あいつのこと、死んだって聞くまで忘れてたくらい、落ちるとこまで落ちてた。この情けなさ、やるせなさと悔しさを、やり直したい。頼むよ。うん、わかった。
気がつきましたよ。ここは駅の医務室だよ。君はホームから線路に落ちたんだ。2017年7月4日では夢見てたのか。あれ、あんな状況で俺助かったのか。怪我一つしてねえぞ。少し二人で話をさせてもらってもいいですか。ええ、彼が君を助けてくれたんですよ。え、お久しぶりです。誰？立花直人です。え、あの日僕の運命を君が変えた。え、あの日って、いや、っていうかお前死んで、君はタイムリープしたんです。そして僕は生きながらえて武道くんを助けた。武道くんはタイムリープしたことで今を変えたんです。武道くん、12年前の今日、君は僕にこう言いました。この日を覚えとけ直人、そんで姉ちゃんを守ってくれ。僕は必死に勉強して警察官になった。姉を守るために。じゃあ立花は。すいません武道くん、姉は死にました。考えられる手は全て尽くしたんです。でも僕に協力してください。君なら姉さんを救える。俺が立花を。胸ぐらをつかむ。